はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はですね、ドラゴンクエストライバルズやっていきたいと思います。今回のデッキはですね、ツイッターの方で見かけたんですけどもね、連勝、15連勝くらいしているアグロデッキになります。はい、今回ね、戦士のテリーさんのデッキなんですけども、最初に紹介したアグロテリーさんなんですけどね、このデッキだとかなり勝てるみたいです。まあ、確かにね、縦魔人がアグロのゼシカかな対策にはなってるんで、確かにゼシカ対策にはかなりいいかって。で、ククールが相手の時もアグロ系のデッキなんで、ひたすら押せ押せで戦えるんで、あ、これ確かに強いかもって感じなんですよね。プラスたまに見るマミー、敵一体を次のターン終了時まで戦闘不能にする、こいつ結構役に立つんじゃないのって今思ってます。実戦ですね、やっていきましょう。Yo, 今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さて、やっていきましょう。敵さんはピサロですか？まあ今の環境だとランプピサロしかないと思うんですけども、そうですね、めんどくさいっちゃめんどくさいんですよね。ギガブレイク、そうか、ギガブレイクか。まあ悪くはないね、置いときましょう。プラステンションが最初から2あるんで、なかなかいい動きができるのではないでしょうか。お、ゴースト出ましたね。ゴースト、ここはゴースト置きましょうか。テンション上げたいけど、テンション上げるならいたずらモグラで上げよう。今のところいい動きができそうですね。いたずらモグラをテンションリンクで攻撃力上げていきましょうか。敵さん動けてない。メラゴースト、なるほど。ワタボー、このワタボーめちゃくちゃでかい気がするんですけどね。ここはいたずらモグラ、そしてテンションを上げていきましょう。でも攻めていきたい、攻めていこう。ちょっとね、テンションスキルあんまり使いたくないなと思うんですけども、まあ敵さんがメラゴーストを持ってないことを祈って、これでいきましょう。まあピサロさんのデッキにあんまり回復系のカード入らないので、どう来るかですな。敵さん次どうするか。いたずらモグラ、あ、そうですか。いたずらモグラのテンションが上がっていく。魔力解放、何してくる。いてつく波動、あ、そう、かなり困りましたね、これは。いや、これは困ったな、これは困ったな、本当に困ったぞ。ジャガーメイジ、敵ユニットが3体以上いる場合なんで、これは発動しない。ワタボーさんでカードいっぱいドローしていく。ただドローすると敵にもドローさせてしまう。テンション上げたいっていうのありますけど、ここはワタボー前に置きつつ、後ろにモーモー置きましょうか。で、ひたすら押していきます。いやー、でもね、敵さんの手札が2枚しかないので、ここワタボ、あ、そっか、ワタボ出しちゃったら、そうか、敵にカードドローさせちゃうわけか。ワタボ取ってきてくれたら嬉しいな。ワタボ取ってきてくれたらすんごい嬉しいんですけど。闇の束縛、ワタボ取ってきた、マジで。あ、押せ押せですね。いや、押せ押せなのはいいんですけども、あ、取ってくる、あ、取ってきましたね。なるほど、じゃあどうするか、どうするか。マミーは次のターンに使いたい。奇跡の剣で回復もしていく。これはキャットバットを出しつつテンションアップで、ちょっと、まあ、いたずらモグラだけ取ってきましょう。怖い、ちょっと盤面の処理に回ってしまったことがちょっと怖いんですけど、
敵さん5ターン目3枚しかない、おそらくテンション上げてくる。ピサロナイツさんまさかの殴ってきます。あ、殴ってくるんですね。なるほど。あ、いい引きした。これはいい引きした。はぐれメタルを出します。でピサロナイトさんを取ります。でテンションも上げます。で残りのフォロワーは全員で殴る。あ、これいい感じ。敵さんの心折れるんじゃないか。敵3枚しかないですよ。もう次敵がいっぱい並んできたらギガブレイクがありますし、シールドオーガ、あ、なるほどね、これはギガブレイクのパターンですな。あー、そこに出てくる。オッケー、敵さんのピサロナイトがそこに出てきたんで、縦一列でしょ、ギガブレイク。あ、しかもゴースト、いいね。これでピサロナイトも取っていく。いいですね。で、まあこのシールドオーガさんはキャットバットで取っておく。で、テンションを上げていく。ポン、ポン、ポン。いいぞ。敵さんの残り体力6。最悪敵が指導とか出してきたらマミーがいるんで、あれ7コストだったっけ指導って。っていうかこれほぼメンタルブレイクじゃないの。ブラッドハンド、そうですか。でもそれしかできないですよね。はい、まあこの時点で勝ちですね。テンションスキルがあるので、テンションス、あー、オッケーです。アグロテリー強いですね。ちょっとさすがです、さすがです。ツイッターで15連勝って書いてあるだけはある。さすが、お見事。いやー、ちょっとこれはマスターランクまで駆け上がれるんじゃないですか。もうこれマスターじゃないね、名前なんだっけ、レジェンドか。レジェンドランクまでいきそうなデッキですぞこれは。はい、ということで、今回はアグロテリーデッキでランクマッチやっていきました。1コストが、何枚ですかね、8枚、2コストが5枚、3コストが6枚に、4コストが4枚、5コストも4枚に、7コスト以上が3枚で、まあ、最悪フィニッシャーとしては雷鳴の剣が使えるんですけども、雷鳴の剣までいかなくても倒せることがありますね。プラス何ですかね、敵さんもアグロだったっていう時はメラゴーストがかなり役に立ったりしますし、まあ、封印を持ってないキャラクターだとイタズラモグラがかなり強くなる。このデッキはさすがティア1最流行デッキになるわけだ。強い、さすが強いアグロテリー。じゃあちょっと動画の終わりにガチャ1回引ける分溜まったんで引いて終わりましょうか。これでレジェンドを出していきたいところ。つってもね、新しいカードパックが実装されるので近々ね、まあガルド残しておいた方がいいかなって気もするけど。さて、光ってるのは1枚だけ。そっか、レジェンドの可能性としては1枚だけ。この1枚でレジェンドを引く男、引けないんですね。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。